Agility! なんということだ。誰一人取りつけんとは。恐るべしドルドレイ。再生機関だ。ボスコーンが来るぞ。いつまでも戦力を割く余力はない。このまま長期戦になればおのずと。いやはや悠長な。ドルドレイはチューダー最後の共闘歩。奴らを駆逐し、この百年戦争を終結させるのは今おいて他ありません。さよう。これは千載一遇の好機ですぞ。いや、しかし。これ以上遠征が長引けば、再度戦費調達の必要に迫られます。度重なる課税に民衆の不満が高まるのは避けられません。さすがの高殿、今回ばかりはお手上げでしょうな。ご命令とあらば。いや、それも致し方ないこと。いかに戦の申し子と謳われようとも。え、陛下のご命令とあらば。大軍はいりません。鷹の弾のみで当たらせていただきます。今なんと、白虎騎士団すらやられたのだぞ。気は確かですか。たかだか5000の騎兵で3万の敵を相手にするのですよ。バカバカしい若造のたわごとだ。この100年、歴代の名将がかなわなかったドルドレイ攻略を鷹の弾だけで果たせるわけがない。グリフィス卿、まことなのだな。鷹の弾にドルドレイ攻略を命ずる。次の戦い決まったよ。ドルドレイは鷹の弾で叩くんだって。ドルドレイ、希代の名将大将が攻めてもこの100年落ちなかった難攻不落の要塞だぞ。すでに先発の白虎騎士団は壊滅したらしい。おいおい、それで無理な仕事を押し付けられたってことかよ。いや、グリフィスが名乗り出たようだ。でかい戦になるようだな。けど心配はいらねえよ。あの冷静沈着なグリフィスが決めたことだろ。冷静でいられればいいのだけど。何？昔、鷹の弾は地方貴族の領地紛争に参戦したんだ。その貴族は資産家だったが、悪趣味で有名だった。目にかなった少年ばかりを集め、従者としていたんだよ。子供はみんな、うつろで怯えるような目をしていたさ。ある晩、私は見てしまったんだ。グリフィスが奴といるところを。冗談だろ。あのプライドの塊みたいな奴が。グリフィスは、勝つために何でもするんだ。自分の采配で死んでいった者たちにせめてできることだって。そんな。で、その貴族がどうしたってんだよ。その財力に物を言わせて、
ある国の戦の前線で総司令をしている。おい、まさか。チューダー帝国北方戦線総司令官ゲノン、それが奴の今の肩書きだ。どっから攻めろってんだよ。後ろは断崖絶壁、最新式の大筒がおよそ20門、あとは矢と油と石の雨ってとこかな。とりあえず正面から攻める以外ないな。しかもあの司祭聖騎士団もいるんだよね。勝てますよね、俺たち。ガッツ？え？なに？チートばかし城がでかいだけだって。いつも通りグリフィスの言うようにやりゃ勝てる。あ、いけるか。に二つに分けたというのか。面白い、受けてやろう。先方出撃、敵第一陣を壊滅せよ。第一陣、前面の敵を蹴散らせ。なんて数だよ、本当に大丈夫なのか。今はグリフィスを信じて戦うだけだ。このような攻撃、一時神民しかならぬ。奴ら何を考えておる。この旗の下で剣を振るのは多分これが最後だが、鷹の段切り込み隊隊長と神経人だけはきっちりつける。てめえばっかにいい格好させられねえ。やってやる。おりゃ、you
通す。ヒラ、大根させる前に追い落とせ。まずは見事よかろう、受けてやる。全軍出撃、敵第一陣を撃滅せよ。出来上がる。隊長、俺たちを援護します。向かってくる将がいるか。こいつやる。さっさと蹴りをつけねえとやべえ。第一陣撤退、本陣まで下がれ。ここで撤退とはな。グリフィス、思い切って落としやがるぜ。
するとね。Oh!
が敗走していきます。下せぬな。この世の攻め方、最初から結果は見えていたはず。これが上昇無敗の鷹の段、白い鷹だと。何をしておる、ボスコーン将軍。ゲノン総督、敵は敗走していくぞ。ミスミス勝機を逃す気か。ああ、しかし…ふん、皆に告げぬ。敵大将、白い鷹のグリフィスを捕らえた者には思いのままの褒美を取らす。ただし、必ず無傷で捕らえるのだ。よいな。総督、そのようなことを軽々しく約束されては兵どもの抑えが。ボスコーン将軍、大義であった。今よりはこのゲノンが指揮を取る。貴公ら司祭聖騎士団は友軍と共に鷹の段を追撃し、速やかにグリフィス卿を捕らえよう。やむを得ぬ。これより敵追撃を開始する。切り込み隊長ガッツ、
人の敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないようだな。俺のことは捨てて行け。生きた心地がしねえぜ。死ぬ気でかからねえとやられる。いや、あの時ほどじゃねえ。あの時ほど絶望的ってわけじゃ。ゾッド、やつは巨大な恐怖するものだった。何をしておる。まだグリフィスを捕まえることはできんのか。 すごい。これでは近づいたら血風に巻き込まれる。助けてくれ。見捨てんなよ。おい、出ない。数で勝るは我が方。各隊陣形を、相性はくたばった。城を落ちた。隣は決まってんだろ。負けたんだよ、てめえら。勝ち時だ。勝ち時をあげろ。待ってました。容赦するな。バカ者、誰が引けと言った。総大将はこのわしだ。お前なんか命令がわからんのか。おい貴様、戻れ。戻らんか。その眼差し、どうした。なぜ黙るのだ。敵味方に別れたとはいえ、片時もお前を忘れたことはなかったぞ。求めるのはいつもお前の影ばかりの。グリフィス、なぜそんな目で見る。まさか恨んでおるのか、このわしを。お恨みなどしていませんよ、閣下。むしろその逆です。あなた一人を垂らし込むことで何百人もの部下を養うことができた。危険な戦場に送ることなく、あなたは我々の命の恩人ですよ。グリフィス、お前は。私の目にすがる部下に対し、私ができることはただ一つ、勝ち続けることです。そのために手段を選びません。あなたはそんな私の歩く道端に転がっていた、ただの石ころです。貴様、
隊長、どうしたんすか？またぼーっとして。ここのとこ元気ないみたいっすよ。んなことねえよ。こんなの3年前には誰も考えなかったんだ。ほんとっすね。俺は俺の国を手に。皆の者、長きにわたる試練の歳月、まことに大儀であった。心から礼を言うぞ。皆も知っての通り、この勝利はグリフィス卿率いる鷹の団の活躍によるところが大きい。この100年、不可能と言われ続けたドルドレー攻略を彼らはその類いまれなる勇猛果敢さで成し遂げたのだ。よって世はグリフィス卿と鷹の団に白鳳騎士団の名を与え、千人朝諸君には例外なく騎士の称号と爵位を与えようと思う。おお、白鳳将軍。白鳳騎士団ですって。まあ、バカな、これではますます奴らが。いって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 、やっぱり夢じゃねえ。俺たち貴族なんだ。叙任式が済めばグリフィスは白鳳将軍、鷹の団は白鳳騎士団か。ガッツ、出ていくのか。クロウがやっと実を結びかけてる。鷹の団はこれからじゃないか。もう決めちまったことだからな。このままあいつの夢に埋もれるわけにはいかねえんだ。不満でもあるのか。あ
るわけねえよな。俺たちは旧国の英雄だぞ。もうすぐ貴族の仲間入りよ。カビ臭い兵舎とおさらばだぜ。け、大ボケ野郎だぜ。血の滲む思いをしてやっと手に入れたものをお前は捨てちまおうってんだからな。俺は出会っちまったんだ、自分に振り向かせたいと思う奴に。だが高みを目指すあいつは俺には眩しく映った。もうごめんなのさ、あいつの夢の中であいつを見上げてるのは。俺は自分で手にする何かであいつの横に並びたい。俺はあいつにだけは舐められるわけにはいかねえんだ。グリフィスの横に並ぶだ？バカ言ってんじゃねえ！あいつは特別なんだよ！俺たちとは違うんだ！貴様がその地位にいられんのはグリフィスあったればこそだろうが！地位や階級には興味ねえ。俺が欲しいのはもっと別の、自分で勝ち取る何かだ。それがガキのたわごとだってんだよ。そんなもんが簡単に見つかりゃ誰も苦労しねえよ。夢をつかめんのはほんの一握りの人間なんだよ。大抵は現実と折り合いをつけてなんとかやっていくもんなんだ。俺はさ、昔から何でも小器用にこなせる方だったけど、どれも一番にはなれなかった。それで決めたのさ、自分でなれないなら一番になれそうなやつの下につこうって。最初から何も欲しがらないやつなんていないさ。でも誤解すんなよ、結構気に入ってんだ俺今の自分の立場もさ。見つかるといいな、お前の何かっての。